配信しようと思ってたんですけど、今日はねちょっと着替える気力がなかった。帰ってきて辛うじてちょっとだけメイクはしました。上下同じ、そうセットアップです。ジャージでモイストでとかアイドル、なんか穴がね、通すべき穴が開いてたから通したんですよ。そしたらジャージでも燃え袖になった。これあれですよ、ここに通せっていう穴があったんです。長袖暑くないの、なんかね最近はまだ、今日はそんなに大丈夫だった。でも最近はもうねほとんど半袖。なんか私ね本当にリハ着がなんかへそ出しか、なんかこうなんか露出が割とあるやつしか持ってなくて、最近それがねなんかちょっとダメになってしまって、なんかレッスンでへそ出しダメですってなって、マジで着る服がなくてどうしようってなったんですよ。え、ないんだけどみたいな。なので今長袖着てるんですけど、そしたらマイキューがなんかめっちゃニヤニヤしながら、ムキちゃん着る服あるみたいな言ってきたんですよ。ムキちゃん着る服あるってなんかすごい言ってきて、この間そのなんかテレビ通話したんですよ。そしたら繰り上げるわって言われて、なんか今度ワイちゃんのお風呂のなんか T シャツとかをもらえることになった。でもね私はねレッスンこそ自分の体を見るべきだと思うんですよ。だってね、スタイル維持も仕事じゃないと思って、ちゃんとねあのこれもへそが出るから見てごらん、コルセットしてわざわざでもキツキツでもう超苦しいんですよ今。でもこれしないと見えるからどうしようって、シャツはちょっと出すみたいな、コルセットするかと、めっちゃ死ぬシャツよりはマシかと思ったけどシャツの方が良かった。腹巻き、腹巻きじゃないですよ。腹巻きじゃないですよ、コルセットですよ、腰痛い。いや、なんかそんなあの医療的な使い道はしてないかも。まあちょっと息締まればなぐらいに買いました。全然使ってなかったけど。踊りにくくない？踊りにくくはないけど歌いにくい。露出防止。いやそうなんですよ。そうなのかも。これもねあれですよ、おへそとか脇にそういうあのねフェチの方がいるからかもしれません。くコンプラコンプラ。ポニーテールかわいい。
髪切ったの？切ってないですよ。肩出しは OK なの？いや、なんかね、プライベートはいいんだけど、プライベートとかお話し会とかいいんだけど、なんか謎にレッスンはダメになった。レッスンっていうかリハ、謎いい。私は鏡で自分のウエストをいつも確認するのが割と好きだったから、キャラとか言って好きだったから。見られてなんぼや。そうなんですよね。なんなんですかね、教えてもらいたい。まあまあ別にいいんですけどね、私がコルセットをつければいいだけだから。してますよちゃんと。くびれに自信あり。いやだからそのへそ差しダメになってからもうダメよ。もう寸胴になってしまった、いっぱい食べて。よくないよくないよくない、寸胴になってしまった。あれ、なんかくびれが消えた。あれれれれ。エアコンつけてる。ちょっと暑くてね、つけてる。除湿してます。もしかしたらうるさいか。ラーメン作れるね。あ、お鍋ってこと？お鍋ってことかい。くわ暑そう。いや、意外と暑くないんですよ。除湿にしてたらなんかめっちゃ寒くなる。空気冷えるっていうか、冷房じゃなくても。かわいい、ありがとうございます。久しぶりに起きちゃう、見るとかわいいな。ビビビ。そうなんですよ。半袖半ズボンです。いやでもなんかファンの方、確かに半袖率高い。でもさ、結構公演の時とか寒くないかな、座ってるだけだった。でも一回めっちゃ会場内暑い時あってね、その時はね、ファンの方はめっちゃ暑そうだった。なんかクーラー壊れてたのかな。クーラー壊れてて、めっちゃもう私も暑いし、ファンの人も暑いしみたいな。やばい時があった。びしょびしょ。割と冬だった気がしたんだけど。懐かしい。なんか室内になればなるほど寒い気がする。ゲバント暑い説。でもゲバントホールはね、なんかクーラーなんか今は治ってるらしい。だから多分快適だと思う。ミキちゃん暑いのと寒いのどっちが嫌？踊ってたら暑い方が嫌かな。踊ってなかったら寒いのが嫌だけど。研究生ツアーの感想聞きたいな。あー昨日ね DMM で見たよ。でもね昼が見れなくて、夜しかね見れなかったんですよ。
岡山行かなかった。そう、なんか行こうと思ったんですよ。なんかあかりんさんに誘われて行こうと思ってたんだけど、なんか関係者席がなかったらしくて見えんかった。だから DMM で見ました。いや、私あんまりまだ3期生と面識がないからさ、知ってるのが割ともうくるくるとノアピーになっちゃうんやけど、よかったね、本当に引っ張ってたね。くるくるとかなんかすごいずっと不安って言ってたけど全然できてるじゃんって思って、壁島ちゃんの顔が可愛かったすごい華奢っていうかスレンダーだな、なんかスタイル良かったね、みんな。うん、なんか折れそうだった。 2.5 ギガ引っ張ってた。いやね、すごい、ほんとなんかノアピとかいつの間にいつの間にこんなお姉さんにってなりました。キチャはまず顔からだからね。いやいや、でもあれよ、後輩はちゃんとちゃんとあれよ、あのパフォーマンスで見るよ、ちゃんと良かったと思いますよ。なんか7人バージョンのフルサイズってあんま見ないから、やっぱすごい面白いなと思ったけど、何個が良かったな。無謀な夢は覚めることがないのセンター、誰だったんだろう、いいなって思ったけど、感情こもってた。森末ちゃんかな、うん、無謀良かったね。なんかあれだね、こうパフォーマンスとかってやっぱり場数踏めば踏むほどだと自分は思ってるから、今の段階でどうこうって言えることはそんなにないんだけど、いっぱいねライブさせてあげたいなと思いましたね。後輩が伸びるのは嬉しい。いや嬉しいよ、もちろん。でもなんか2期生とかも本当になんか、ね、よくな、まあ、自分がそう言える立場じゃないけど、とりあえずねマイカーのメンバーとかはよく一緒にいるから本当にすごいよくあるな。なんかその最初がダンスとかパフォーマンス力がなんかその上手じゃなくても上手になろうっていう気持ちがあれば絶対伸びると思う。キちゃんは今まで何回公演出演したのかな。いや分かんないんだよね。でもこの間パセリが100回だったらしくて、私は何回なんだろう、まあ、数えたことないんだよね。おきちゃんはどれくらいから自信ついた。私はなんか自分の中で明確に意識が変わった瞬間があって、パフォーマンスに対する、くまありがとうございます。なんかそれまでは入ってすぐは割と結構そんなに余裕があったわけじゃなくて、なんか立ち位置とか動線とかそういうのに結構全集中って感じだったんですけど、なんかずっとナナさんのアンダーをしてて、でポジションが岡田ナナさんので、
岡田奈々さんが出る日は私は出ないんですよね。で岡田奈々さんの出る公演の日のリハーサルを見学した時に、なんかあまりにも同じポジションなのに違いすぎて、もう本当にびっくりして、もうずっと奈々さんを見てたんですよ本当に。もうで奈々さんのが出ない次の、私が出る次の公演時はすごいなんか今のままじゃダメだなみたいな、そういうなんか自分の中では変わったきっかけみたいなはありますね。なんかそれまでは自分しか見たことなかったから、自分しかっていうかそのねレッスンとか、うん、何も考えたことなかったけど、なって思います。3期生は 2.5 期とツアーできて幸せだと思う。いや本当にね、あんなに間近にこうパフォーマンス引っ張ってくれる人はなかなかね幸運だよね。本当に勉強になると思う。だからこうレッスンとか見てても、レッスン動画見てても自分も見るんだけど、自分じゃない人見た方が結構気づきがある。葵さんとかみちさんとかさこちゃんとか、なんかそういう上手な人を見た時に、あ全然自分と違うなって思いますね。今日とかさこちゃんと一緒だったけど、なんかさこちゃんのダンスを見た時に、同じダンス踊ってても全然違うなってなって、すごい勉強になりますね。あとこうしてみようみたいなはなるかもしれない。3期生とかもね、 2.5 期からいろいろ学んでほしい。でも本当にすごいなと思ったけどね、100点にしてしまったらまだあれかもしれないけど、まあでも楽しんでツアー完走してくれたらいいなって思いますね。そんな偉そうなことを言える立場じゃないけど、もうとにかく頑張れねって、頑張れ頑張れって感じです。M1 と一緒っすね。いやどうなんだろう、ちょっとわかんないけどM1 と一緒かどうかわからないけど、でも今日は本当なんかダンスの先生からこの間の公演のなんか総評みたいなのもらったんですけど、やっぱまだまだだなって思いました。褒めてもらえるところもあるけど、やっぱ改善点はねやっぱありますし、5年経っても本当にまだまだ、だから自分があの時見たね奈々さんとかにはもう全然まだまだ届かないって思います。うん、頑張るしかないね。もう怒られることはない。
いやいや怒られっぱなしですよ。ダンスの技術が全然ないって言われます。うわーって頑張りますって、起きちゃんって言われます。起きちゃんってダンスの技術がないって頑張りますってこの間はそんな感じでした。頑張ります。まあでも言ってもらえるだけありがたいなって思いますよ。もう言われなくなったら終わりだから。今日起きちゃん天草四郎に見える。嘘、髪型かな、ちょっともうちょっと下にすればよかったかな。くっ、天草四郎って一気じゃん。いい心がけやね。姫カット、ここが私天草四郎に似てるって初めて言われたよ。初めて言われたし、あんま褒め言葉だと思ってないけど、まあまあまあ、ありがとう、ありがとう、ありがとうなのか。美男子らしい。いや女の子なんよね、私女子なんよ。森蘭丸に見える。なんで今日私そんな歴史人物なんですかね。森蘭丸ってあれでしょ、あれでしょ、なんかの家来でしょ、誰かの。君だけだよおらん。織田信長か。信長の。起きた掃除みたい。なんで今日歴史人物なんですか私。昨日の研究生ツアーで名前が上がった沖先輩こんばんは。いやなんかエゴサしたら出てきましたよ。え、私昼公演見てないからあれなんだけど、ってなんやねん。とはどのシーじゃないですかね。まあまあまあ例外はあれど、例外はあれどどのシーどのシーこうばっかりじゃないですか。ディネタン、ディネタンはもうね、やばいね。9割ディネタンのせい。まあまあ、うちわ欲しい。あーね、なんかうちわ結構、なんかうちわだけじゃなくてクリアファイルとかもあるらしい。ゲットしたって方は結構いらっしゃった。実際岡山の女子ってどんな感じなの。いやわかんないですね、そんな地域性があるのかな、まあわかんないけど、まあまあヤンキーは多いよね。今は知らないけど、ヤンキーとギャルは多いですね。でもそういうもんじゃない、田舎であればあるほどヤンキーって多くなりません。
行けばいないのかもしれないけど、そういうもんじゃないですか。支配されてるくないですか、ヤンキーに。岡山リベンジャーズ、いや本当にね、実写化するなら岡山で撮ってもいいかもしれない。ヤンキーの基準何？ヤンキーの基準？成人式じゃない？成人式じゃないですか？私は地元の成人式行ったことないから分かんないけど、成人式が荒れてたらヤンキーじゃないですか、それは。いや分かんないよそんな。そう、私はね神田明神で、そうそうそう、 AKB48 のね成人式出てました。懐かしい、もう何年前って感じだけど。まあいいんですよ、そんなヤンキーがどうとかそういう話は別に広がらないんでね。2020年、そっか、そうだね、私が今年24歳、今年24歳ってやばい、びっくりする。精神的にはずっとなんか変わってないんですけど、オーディションを受けたのが17歳だったから長いですね。私24歳か。そう、年女、うさぎ年、まだ10代。そう、なんか気持ち的にはあんま変わってない、10代ぐらいから。全然全然、ナイキューミチュさん、ナヒナさん、ホノタンさん、そうそうそう、99年生まれ。なんかいないんだよね、後輩に99年生まれがいないんですよ。だからみんなだいたいそこ99年生まれ、2000年もいるかな、99と2000年生まれ。そう、なんかもう逆に上の年代のメンバーの方が割と少ないかも、もう年下ばっかりかも、思えば、うん、考えたらもう年下の方がいっぱい。教科書で織田信長と同じ括りにされてる世代。そうなんよ、2001年生まれだったらね区切られてたんですけど、ちょっと99年で、もうお姉さんなんだね改めて。いやほんとね、そうなんよ、なんか5年、もう6年、という間ですね、本当にびっくりする。全然そんな感じはしないんですけどね、こういうノリでまた5年経ったらもうね、すごい30代とかになるかもしれない。本当にね、あっという間なんですよ。妹何歳？年子なんでね、まあ、1個下ですね。
ちゃんこんばんは。こんばんは。高校生の実家配信の頃が懐かしい。いやーそう、実家で配信してましたね。もうね、なんかね、もう広島に来てからの方が長く感じるんだけど、そんなことはないんだよね。なんか人生のめっちゃ濃い期間をこっちで過ごしてるから、そう感じちゃいがちだけど。でもノアピとかはあと10年経って、もう私と同じぐらいの年って考えたら、なんかすごい羨ましいなって思う。まあ羨ましいのか、ちょっとあれ、なんか普通の学生生活送れないからあれなのかわかんないけど、まあでも時間がいっぱいあるのは羨ましいね。すごいよね本当に。のび14、中2だったかな確か。中2で、そうだね、14歳、一番年下だから、うん、リオチンと同じ。学年的にはどうだったかな。すごいよね。さこちゃんもあっという間に、そうよ、さこちゃんももう高校卒業するんじゃない。だってソラハももう来月20歳ってやばい、なんか早い中学生だったのに20歳になるのか。誕生日で20歳迎える、早い。そうよ早いよ。ソラハが二十歳ね。こっちも年取る。でも大人の年取ってもさ、精神年齢って変わんなくないですか。だからその自分より年下の子が二十歳になるのもええー、みたいになっちゃう。もうみたいな。自分は誕生日はね、そりゃあるけども、大人になってるっていう感覚がまるでない。ねえ、変わらないよね。まあでもそれはそれでいいことよ。神谷小学生早いものですわ。逆コナン、見たってコナン。コナンこの間なんかちょっとすごい、今週じゃない先週のアニメやばかった。コナンってね、なんか原作界とアニオリ界があるんですけど、アニオリの時すごい事件起こるんですよ。びっくりした見てて。そうオムライス殺人事件が起きてたくらいしようかなとは思ってるんですけど、
面白かったね。最近なんか見るものがあんまりなくて、なんかおすすめあったら教えてください。きちゃん少し気になってるんですが、お話し会で盛り上がる話は理科の話ですか？理科の話？サイエンス？サイエンス？サイエンスで盛り上がれるかな？でも教えてほしい。あんまり詳しくないから教えてくれたら嬉しい。7月から何も見てないの？いや見てないか。もう春は見てたんだけど、夏アニメあんま見てないね。本当に見るものなくて困ってる。何がおすすめなんですかね、夏は。あ、ブリーチ最終章。あ、見た見た、ブリーチ見ましたよ。なんかブリーチってさ、いや私全然追ってたから見てて、じゃあなんか中途半端なとこで終わったんですよね確か。で、まあ、また再開っていうのかな、続きから始まって、何も覚えてない状態で昨日見たんですよ。自分はついでいくのに精一杯だったけど、すごいね、作画がいい、良かった。あんま良くない見方してるかも。ブリーチは一応まあ見ようかなとは思ってるけど、自販機のアニメとかおすすめ。ああ、なんか知ってるよ。あれでしょ、転生したら自販機だったみたいなやつでしょ。面白いのかなあれ。インパクトはあるけど、なんかナロー系っぽい感じの、転生したら自動販売機だったみたいな。アニメは確かになんか気になったけど見てないな。おじさん最近癒しを求めてチーカー見始めました。チーカー見始めたらなんか涙出てくるよね。わかる。全然ドラマとかでもいいんですけどね、ドラマとか映画とかでも。でもなんか割とアニメの方が短いじゃないですか、わかんないけど、なんか時間がパッて見れるんですよね。あれってだってあんま飛ばさない方がいいけど、オープニングエンディング飛ばしたらね、1時間で2本は見れるっていうか、2話は見れるから、結構見がち。最近なんかマイキューがなんか恋愛アニメが見たいって言うから、スキップとローファーおすすめしときました。だから山田くんとか見たって言ってて、ホリミヤとか、スキップとローファーを見ろって言ったら見てくれてる。見たよって言ってた。キュンキュンしたって言ったら、わからんって言ってた。まあ恋愛ではないかな、青春。いや、おすすめですよ。もう終わっちゃったけど。山田くんはちょっと流行ってたね、 STU の中で。きちゃんこんばんは。こんばんは。まあね、恋愛
女漫画原作ってアニメにはなんないよね、あんまり。映画実写のイメージがあるから。恋愛は斜めからしか見れない。いや、わかる。私本当にね、私と恋愛映画見に行ってみてください。マジでずっと隣で突っ込んでるから。本当にね、一回友達に本当にちょっと注意されたことがあるから、もう私は恋愛映画を人と見れなくなってしまった。すごい突っ込んじゃう、ちょっと昔の実写とか特に。そうなんですよね。どんな突っ込み、いやいや、ちょっとこれはやめときますよ、やめとくけど。あ、映画中だから静かにしないといけないんだけど、だからちょっとでもスローモーションかかったらちょっと隣の子にバッってなんか しちゃう、パンパンみたいな、なんか来たよみたいな、スローモーション来たよみたいな感じで、なんかついつい。本当にダメだよね、多分違う見方してる。でもね、私もおすすめのはありますよ、もちろん。もちろん。私はね、僕の初恋を君に捧ぐっていうね、ちょっと昔の少女漫画なんですけど、小学生ぐらいの時にね、もう引くほど泣いた、実写もあるし、漫画もあるんですけど、引くほど泣いたやつがありますよ。病気系のやつなんですけど、なんかね、二十歳まで生きれないって男の子が申告されちゃって、まあ、その幼馴染の女の子との話なんだけど、そう、あれはね、名作。めちゃくちゃいいし、漫画の結局生きてるのか死んじゃったのかわからない、ちょっとご想像お任せ系エンドもとてもいい。恋空みたいな、あー、うん、まあ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 、そうそうそう。その作者の漫画が好きだったんですよね。何だったっけな、なんて名前だったかな。え、私割とね、オタク言われてるけど、私割とね、少女漫画にも精通してますから、少女漫画にもちゃんと精通してるから、少女漫画の種類もね、ちゃんとジャンル分けでね、皆さんにもちゃんとおすすめできますよ。僕は妹に恋をするの方なら知ってる。ああ、そうそうそう、なんか僕の初恋君に捧ぐっていう作者が書いてる前作が僕は妹に恋をするっていう兄弟の恋愛ものなんだけど、私お母さんに1年前ぐらいにおすすめの漫画あるって言われて、僕は妹に恋をするをおすすめしたんですよ。そしたら お母さんお兄ちゃんいるから読んだ後ちょっとなんかしんどかったわって言ってました。兄弟いる人にちょっと勧めてしまった、あんま良くなかったか。それもね、結構泣ける。兄弟いるとちょっとあれか。少女漫画でもどこの出版社を通るかでね、だいぶね、変わってくる。花と夢とかを通ってきたら確実にオタクになる、確実に業の深いオタクになってしまう。茶を通ったら陽キャになる、茶を通ったら陽キャになる、リボン通ったらちょっとおませになる、マーガレットとか行ったりとか、仲良し通ったらこれもオタクになる。男性でいうジャンプマガジンガンガンとか、そうなるけど、そんな感じ。なんかあるんですよ、女子にもそういう
なんかちっちゃい頃の分岐点みたいなのが、チャオは陽キャなのか、チャオは、うん、チャオはそうだね、陽キャになるなんでかってやったらちょっと難しいんだけど、もう一番もうなんか少女漫画でいうジャンプなんですよ、チャオは。もう全女子が一回は通る道で、そのまま行けばそのまま成長する、王道に。リボンは若干チャオより本当に若干年齢層高い、だからリボンで育つと高校生ぐらいまでもうずっと読み続ける、少女漫画オタクになりがち、どちらかというと。なんか卒業することがなくなる、あんまり、ごめんなさいな、私のめっちゃ偏見で言うけど、私のちなみにリボンで大好きな漫画家さんは春田奈々先生です。で、仲良しはなんか東京ミュウミュウとか一番有名なのだと、ピチピチピッチとか、ちょっとなんだろう、女の子バトル系、これはちょっとオタクになる、ちょっとバトルが入ってる少女漫画は若干オタクになりがち。花と夢は、いやなんか花と夢はね、名作ばっかりよ。花と夢は名作ばっかりなんだけど、なんかね結構ファンタジー要素高いし、結構作者の趣味がめっちゃふんだんに積まれてる作品が多いから、なんかそれにハマってしまうともう抜け出せないオタクになる私の勝手な偏見。おきちゃんのスタートはどこに？私はね、チャオから、もう王道にチャオから入りました。チャオ入って、で5年生か6年生ぐらいの時にリボンに移行しました。で一回仲良しも通って、で単行本派、花と夢とか、うん、そっち系に行くともう次はジャンプですみんなそっからもうオタクの完成です。全部言ってる。あ、仲良しはそこまで通ってなかったんだけど、好きな作品はあったかも。うん、そうなんです。ガラスの仮面は全部見ましたよ。全話見ました。子どっちゃ知ってる、子どものおもちゃも見ました。学園アリスガチ勢でした。わかる、学園アリスを通ってしまうともうオタクになります。学園アリスはもう少女漫画のなんて言ったらいいんだろう、ハリーポッターみたいな少女漫画なのにバトルものっていう、もうオタクになるしかないものですね。
や懐かしいな。抜け出すルートが見当たらない。いや抜け出せなくなっちゃうんですよね。まどまぎとか見てないの。いや私見てないんだよね、まどまぎ実は。まみったっていう知識しかわかんない。リボン、あそう、姫ちゃんのリボンとかリボンですね。窓投げおすすめ。いやーそう、見たことないよね。あんなに定番のものをね。絶対ハマる本当。いやなんかキャラの名前とかわかるんよ。ホムラちゃんとかさやかちゃんとか見たことないよね実は、うん、今新作制作中のはず。あらしいね。確かにちょっと昔のやつを一回見てみるのもありかもね。こんばんは、こんばんは。マジ何の話ってぐらい何の話してるって。いや意外とでも少女漫画とかでも皆さん全然ついてこれる人が多いですね。漫画描いてみようと思わない。いやで昔漫画家目指してましたよ、小学生の頃。画材屋さんとかめっちゃ行ってました。でも絵が全然向いてないですね、絵を描くことが。うん、最近の全然分からん。最近の少女漫画とか私も分かんないな。たまになんか買ったりするけどね。あでもなんか最近なんか南さんにおすすめされた漫画を全巻買ったんですけど、アニメ化するらしいですね。少女漫画指先と恋恋ってやつです。それはちょっと楽しみにしてる。多分タイトル合ってるはず。原作だけ担当して誰かに書かせる。でもなんか難しそうじゃない？そう手話の、そうそうそう、耳が聞こえない女の子と聞こえる男の子の話。みーちゃんがおきちゃんとはがっつり趣味が合うって言ってた。いやーでもね、みなみさん合う。私の見ないジャンルとかを見て、私絶対に言ってたらだけど、なんかあんま異世界系とかそういうなんか霊場系とか見ないんですけど、みなみさんはそっちも見てる。しなんかおすすめされる。私の最近めちゃくちゃおすすめの漫画があって、まだ多分そこまで結構新人さんなんですかね。でも結構賞とか取ってて、最近単行本になったんで買ってるんですけど、ダイヤモンドの鉱材っていうなんかスポーツ漫画なんですけど、めちゃくちゃ面白くて、私あの感想をねちゃんと1話ずつ送ってます、作者の方に。ダイヤモンドの鉱材っていう、どういう話かって言ったら、なんかスポーツものなんですけど、なんかどちらかといったらちょっと人間の話っていうか、なんか何でも当たり前にできてしまう主人公、もう本当見ただけで何でもできてしまうせいで、もう周りがちょっと狂っていくっていうか、
もうサークルクラッシャーみたいな主人公みたいな、結構ね面白い。ヤンジャン、あ、ヤンジャンか、結構ね面白くて買いました。ダイヤモンドの鉱材、後で見ます。あのおすすめですね最近見たのはそれかな。絵が大振りの人に似てる。ああね、懐かしい、大振りとか。でもその主人公は勝ちたいとかじゃなくて、ただ友達と楽しくしたいだけなんですけど、大人とかが放っておかないみたいな、そういう感じの話です。実際の野球も興味持って、いやでも WBC の時ちょっと興味持ちかけたよ、持ちかけたよかけた。多分次会ったらもうちゃんと追うと思う、 WBC。 うん、サッカーも次ワールドカップあったら絶対ちゃんと一から見る、応援するって決めた。野球観戦したことない。そうなんですよ、私広島に住んでるのに一回もマツダスタジアムに行ったことないんですよ。エディオンスタジアムは一回だけ行ったことあるんですけど、実はねマツダスタジアム一回も行ったことない。新幹線で、新幹線の車内からチャッて見るぐらいで。そうなんです、あまり行ったことないです。バスケ、バレーは見たことないんです。バレーは中学校の時、あの先輩たちの試合を応援しに行きましたそれはあります。唯一ちゃんとルールが分かるのはバレーです、バレーボール。っていう知識。お母さんに連れてってもらおう。確かに、でもちょっと球場憧れてるよね。なんかご飯とかいっぱい食べてるイメージがあると言いますか。はい、ありますね。スポーツに弱いのね。なんかスポーツ漫画とかアニメは結構見るんですけど、実際の試合とかを見に行くってあんまりないですね。外がね暑いから、そうあんま得意じゃないんだよね。そう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 、マニアックなスポーツはまりそうやね。マニアックなスポーツって何かあるかね。バスケは合間に DJ 行ってライブ見たり。でもハーフタイムとかなんかライブしてますよね。あれってバスケだけなんですかね。ハーフタイムにライブするのはバスケだけなんですか。なんでハーフタイムにライブしてるんですか。どうして、なんで何で何々期訪れました。ハーフタイムだから、なんでですかなんでですか。なんでって難しいって言われてる。なんでですか、気になります。
サッカーもやってる。サッカーもライブしてるんですか。あ、私そうだ、サッカーでライブしたことある、ハーフタイムショー。確かに私初めての野外の仕事サッカーのライブやん。確かに。なんで？お客さんが飽きないように。確かに野球とかもあのキツネダンスとかやってますもんね。そういうことか。なんでなんでウーマン。いやそう、なんでなんでウーマン。その間ハーフタイム、そっか、そんなに長い時間。そっかそっか、なるほどね。でもちょっとまた出たいね。なるほどね。かわいいです、ありがとうございます。はい、キツネダンスしとく。もう覚えてないよ。幽霊。その目は何？わかんない。こういう顔になってしまう。スクショしたいからもう一度。いやだ。恥ずかしい。ダメダメ。ダメなの？ダメ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 。恥ずかしいもの。あ、なんかもう生で見る人限定ですよ。何の話からこの話になってるん。ちょっと困った困った。おきちゃんって変顔しないね。しないよ。急に変顔したらやばいじゃないですか。急にだって話してる途中で変顔したらびっくりやん。イナーボールありがとうございます。フィーバータイム始まりました。キャン、たまには変顔も。私のできる変顔はこれ1個ですね。オンリー、このオンリーで24年間生きてます。これ以外はできないです。
申し訳ない。若作って口から引き上げて目これしかできません。これ以外はできません。スクショできた。消してください。消してください。変顔のスクショは禁止です。一つの芸を極めていくストロングスタイル。そんな極めてるつもりはないけど、まあこれ一本でやらせてもらってます。変顔のスクショもダメなのね。いやだってもしかしたらさ、なんかいないと思うけどさ、なんかツーショット会とかでさ1000円払ってさ、変これしてとか言われたらなんか申し訳ないじゃん。申し訳ないじゃん。いやこれはもうもしかしたらのために備えてます。これでみたいな感じするけど、いるか分かんないけどいるかもしれない。二人でやったら楽しそう。まあ楽しいかもね。でもお互いの顔はあんま見えてないけどね。目開けたらなんか四角い目になります。これマニアックな人多そう。いや多いんよ。多いから怖いよね。もしかしたら私のこの変顔になんかこうフェチズムを見出す人もいるかもしれない。怖い、怖すぎる。そんな人いたらどうしよう。いないかな、さすがに。やばいもんね。これみたいな。これにですかってなっちゃう。需要多そう。いやないですよ、さすがに。さすがにね。ジャージのおきちゃん好き。嘘。いやジャージでいいなら私も楽っちゃ楽だけどね。ジャージでいいな。でもなんかさっきさコメントにさ、なんか背景と同化してるって言われて、確かにって思っちゃった。ちょっと確かに同化してるか。キボだってアンピーの変顔見たいでしょ。いやアンピーの変顔は絶対変顔じゃないね。わかる。もう、うん、できない。多分そんなぐらいだと思う。でもなんか2期生とかさ、なんかすごいクラコンとかで結構マニアックなことをさせられてて、ちょっとなんかちょっとやばい。やばくないですか。ちょっとクラコン結構やばい気がする。マニアックな企画が多すぎる。出たそう。え、一回出たことあるよ。なんかだいぶ裏に侵入みたいな。靴下早脱ぎやってみたい。いやなんかやりたくないね。なんかこうなんか感じるね。別の意図を感じてしまう。マニアックななんか
こは解放してあげたい。大丈夫なのかな、誰があれを企画してるのかすごい気になるけど。ちょっとね、まあ頑張れって気持ちですね。まあでもあれはもう2期生メインなんで頑張ってもろて。でもあのなんかコメンテーターポジションだったら出てみたいけど、私めっちゃ真面目に解説するよ。出てほしい。いやね、機会があれば出てみようかね。なんかね、時たまね、なんかリネタンのなんかオフショットムービーみたいなのが メンバーから送られてくるんですよ、クラコンので。やばくて、なんかゾンビとかよく送られてくるんですけど、なんかゾンビモノマネみたいな、やばいんですよ。誰も笑ってないし、シーンとしてる中でリネタンが一人でゾンビのモノマネやってて、もうなんか怖かった。リネタンが怖いとかじゃなくて、なんか周りが怖かった。スタッフさんとかこうどういう、なんかどういうつもりでこれをやらせているんだって、なんか怖かったもん。リネタンすごい何も感じてなそうに、うわっうわーみたいな、なんかやっててびっくりした。私はもうそんなことがあるのかって、なんでだみたいな、すごいって思った。私もゾンビのモノマネとかやってみようかな、特技に加えてみようかな。多分無理だと思う、あんな全力ゾンビ。私意外とそういうのしないタイプと言いますか。いや本当にね、リネタンすごいなって思いますよ。意外とそういうのちょっと照れが入っちゃうタイプ。やったらできそう。あんまゾンビもの見ないからね、ゾンビを知らないんだよね。ソラハがめっちゃ好きだったよね、ゾンビの映画。なんだっけ、めっちゃ有名なやつ、あれをめっちゃ見てるって言ってたんだけど、私もなんか見てみようかしら。あんま見ない。うわ難しいわゾンビって。あ、ウォーキングデッド、あ、それだ、なんかそれめっちゃ好きって言ってた。自分の殻は破ってみよう。いや、分からんからね、正直。安否じゃないですね。嬉しそう苦しそうでやってるんだけど。チリカワタ、チリカワタ違う、チリカワタ、チリカワタこっちだから。もう一回、いや、やってもいいけど多分無理よ。知らないもんだってゾンビを。肉肉死肉肉分からんわ、難しいわ。だからリネタンって本当にすごいんだなって思った。楽しそう。楽しくないよ別に。
ぱ知らないから、ゾンビがどういう感じなのかが、だから肉が欲しいから人間を襲うんでしょっていう、そういうことでしょって。なんか違う、なんか違うって何、どこが違うか教えてほしい。だったら難しいもの、もっと低い声が必要。あーうー肉肉肉が欲しい、肉ダメだこりゃダメだな本当に。何やってんだ24歳にもなって。ちょっと安否入ってる。いやー確かにそれなんかちょっと安否入ってて、安否がゾンビみたいってなっちゃうからちょっとあれだけど、お腹空いてるあのお腹空いてるっていうか、ゾンビって お腹空いてるからあれなんじゃないですか。ココアでやってみて。ココアさん、どういうこと、ココアさんがゾンビになったっていうこと。え、それココアさんにもし知られた時に怖いんだけど。難しいな、ココアさんがゾンビになったらなんて言いそうだろう。難しそうじゃない、セリフが思い込まない。ちょっと今度本人にやってもらいますね、それ見て研究します。ちょっとあのやめてください、私にゾンビのモノマネを、難易度高いモノマネもやらせようとしないでください。落ち着いてください。いやこの前さ、この前っていうか昨日まいちゃんから LINE 来てさ、ちょっとだるがらみのでさ、怒ったらさ、そんな興奮しないでくださいって言われたんですよ。まゆき、まゆき爆誕してました昨日、びっくり。そんな興奮しないでくださいって LINE で文字だけで言われた。なんか悲しかったちょっと。どんな内容、なんか何をしていますかって1時半ぐらいに来て、今ご飯を食べていますって言ったら、何を食べていますかって言われて、なんかずっと敬語なんですよ。でカレーを食べていますって言ったら、カリーですかって来たんですよ。だからいいえカレーですって言ったら、そうですかカリーライスですかって言われて、もう私怒って、何なんだみたいな。そしたら、そんな興奮しないでくださいって言われた。これはとてもだるがらみですね。ちなみにあのセブンのバターカレーみたいな冷凍なんですけど、めっちゃ美味しかったです。でもちょうどその時私言わなかったけど、カレーライスも食べてたんだけど、ナンも食べてたんですよ。だからちょっと間違ってはなかったんですよね、言わなかったけど、カリーで間違いはなかったんですよ。でもなんか認めたら尺だなと思って言わなかったです。深夜にカレー食べてたの。いやなんかね、ちょっとご飯の時間がね、最近ちょっとね不規則なんですよ。いやその1時に初めての初ご飯だったんですよ私。だからちょっとカレー食べてました。不規則な時あります、たまに。チーカーのカレー食べた。チーカーのカレー私も買おうか迷った。
今日はちなみにまだ食べてないんですけど、今日のご飯はガパオライスです。ちょっと最近ちょっと国際的にな、まだ食べてなくて配信終わったら食べようかなって思ってるんですけど、ガパオライス楽しみ。なんかね、お昼とか朝にお腹すかんくてね、この時間にお腹すかん、あんま良くないのかな多分。ガパオライス食べました。配信しながら食べればいいのに。いや最近ね、なんかちょっとね、なんか私 YouTube でご飯を食べる動画撮ろうって思って一回撮ったんですよ。したら自分の食べてる姿がなんかなんじゃこりゃってなって、あんまりちょっとね、もぐもぐ配信やめてしまった。なんかちょっと恥ずかしくなった。自分なんか最近食レポもねあんま見れない。自分の食レポ見るけどさ、確認するけど、最近ねちょっと恥ずかしい。だからね、 ASMR の人とかめっちゃすごい。あんな綺麗に食べれるなんて。 ASMR とかさ、 YouTuber ってさ結構さいっぱいいるイメージだけどさ、なんか大勢を意識に、なんか大勢を満足させられる配信者は少ないんだよ。なんか意外とみんな気になる。うわびっくりした。なんか黒いものかと思った。私がさっき脱いだ靴下だった。配信中に脱いだよ。びっくりした。自分で動かしただけだった。今ね配信しながら靴下脱いだんですよ。それがなんか大きい虫に見えてびっくりした。ごめんね、びっくりさせて。私もびっくりした。洗濯機の中に入れときます。びっくりしたマジで。自分で自分にトラップしてた。そのデカさは虫じゃない。いやほんとね。めっちゃびっくりした。ほんとに心臓バクバク。いやダメだね、落ち着こう落ち着こう。脱走したポコじゃなかったか。いやワンちゃんポコかと思ってびっくりした。うん、よかった。今裸足っすか。今裸足です。なんでそんなこと聞くんですか。なんで裸足かどうか聞くんですか。その裸足かどうかに何を感じてるんですか。勘ぐり深い。勘ぐる私が出てきてる。足の裏マニア。いやね、足の裏マニアはさすがにいないと思ってるんよね。いないと思って。でも私たまに YouTube で足の裏のなんかゴリゴリオン配信とかたまに見る。わかるかな。なんかマッサージでめっちゃゴリゴリさせる、あれとはまた違うマニアがいるってことなのか。軽蔑はしないよ、人それぞれだから。フェチは引くときは引くからね。ちなみに私のフェチは膝の裏ですね。そんなのあるんだ。意外といいですよ。整体とかでボキボキするなんか ASMR とかあるじゃないですか。あれの足バージョンみたいな。めっちゃなんかね、自分も足つぼ行きたいなってなる。ね、私マッサージよく行くんですけど、そのマッサージ屋さんで足の裏もやってくれるところあって、たまにやってもらうんですけど、もう痛すぎて、なんかそう動画見てるときは気持ちいいなって思うんだけど、
自分がやられたらめっちゃ痛い。なんか気持ちいいとか何もない、痛い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 ってなる。なんか機械みたいな、なんか棒みたいなんでやられるんですよ、ゴリゴリゴリって痛い。なんか見張りするからね、写真撮れないんだけどね、なんかすごい、なんかめっちゃおしゃれなさ、なんかお花の浮いた足みたいなのになんか疲らしてくれるんですよ。なんかすごいじわじわくる。私足のためにこんなおしゃれなお風呂に入って、ね、足湯なんかそうアロマみたいな、そうそうそう、なんかゴリゴリ前にね血行を良くするんですけどね、めっちゃじわじわくる。体にやってないのに足の裏にこんなおしゃれなをねえ、お花を散らしたお風呂に入って足だけリッチ。いやそうなんですよ、足だけ大富豪。まあでもね、足はね大事ですから。そろそろ終わろうかな、お腹も空いてきたし。47分、47分です。第二の心臓って言いますか。ねー、足だっけ、ふくらはぎだっけ、なんか言いますよね、第二の心臓って。まあ、皆さんもね、立ちっぱの時とかあるし、ぜひ足はほぐしましょう。じゃあそろそろ終わろうかな。では壇上を読みます。なんか思った以上にちょっと長くなってしまった。13位から読みます。13位、ナンバの久人さん。12位、テリーピーさん。11位、タオさん。10位、ジュンちゃん。9位、スギヤンさん。8位、アチャさん。7位、ホックさん。6位、ペルさん。5位、ジェリーさん。4位が白クマさんでした。そして3位がトートーさん。2位がコバチャさん。1位がカズノリさんでした。けーありがとうございます。コメントしてくださった皆さんもありがとうございました。そしたらちょっとね、配信あるかわかんないんですけど、多分ないかな。今日見てくださってありがとうございました。もしあったらごめん、メールで言うかも。ということで、まあちょっと中途半端だけど、まあまあまあ1時間以上しちゃったので、ガパポありがとう。私のこと今ガパポって呼んだ？ポつければいいと思ってんか。お疲れ様でした。寒い。なんか除湿してると寒くなるよね。まあガパポで終わりたいと思います。バイバーイ。お疲れ様でした。いい夢見てね。ありがとう。みんなもね。じゃあ終わります。3、2、1、バイバーイ、ありがとうございます。